はい、今度はですね、数研出版のコネクト数学 1A のですね、208ページの293番の問題からちょっとやっていこうかなと思います。まあ合同式の問題ですよね。で、まあちょっと見てきますね。N は整数とすると、合同式を用いて次のものを求めると。で、N を9で割った余りが2であるとき、N の2乗プラス 2N プラス7を9で割った余りを求めろと言っているので、まあ、これもちょっとやってみましょうかね。まあ、まずね、N。あ、2だ、ごめん。2だから、2のモッド9と。で、N の2乗プラス 2N プラス 9。あ、7か。7だね。7。なので、まあ、2入れて考えてあげて、2の2乗プラス、まあ、2かける2プラス7。ってことは、これが、44で8で15になって、そうすると、これは、6になりますよね。なんで、よって、N の2乗プラス 2N プラス7を9で割った余りは6ということですよね。で、次も N4 でもっと13と。で、N のこれ2乗じゃなく3乗ね、ごめんなさい、3乗だね。 N の3乗プラス 6N だから、4の3乗プラス 64 で、これが64たす24になるよねと。そうすると、これが88になるから、これは13で割ると10モッド13と。よって N の3乗プラス 6N を13で割った余りは10というふうに、まあ出す問題なんですね。で、次が294ですね。合同式を用いて次のものを求めようと。で、一番最初は何かっていうと、123の120乗の1の位と言っているので、まずね、123を10で、もっと10だ。10で割ったら余りは3ですよね。ってことは、123の120乗っていうのは、3の120乗のを10で割った余りで等しいよね。ここで3の4乗を10で割ったら余りは1になるよね。ってことは、3の120乗っていうのは、3の4乗の、30乗なので、1の30乗なので、モッド10で余りが1だよねと。したがって、
123の120乗の1の位は1だよねと。うん、で次ですね、7の251乗の下2と2桁って言ってるので、まずね、7の4乗が2401だと。でそうすると7の4乗は100で割ったら余りが1だよねと。うん、でここで7の251乗っていうのが、うん、7の4乗の62乗で7の3乗ってなるよねと。ってことは、1の、62乗で7の3乗は343になるよねと。ってことは余りは43になるよねと。うん、よって、7の251乗の下2桁は43になるよねということですね。うん、よいしょ。まあ、こんな感じでいいかなと思いますね。で、次が295ですね。295はどんな問題かっていうと、次の、合同式を満たす X をそれぞれ、方 M において XA モッド M の形で表すと、ただし A は M よりも小さい自然数とすると。で、3X の4で割ったら余りが2だって言ってるから、まあこれ0から、あ、0っていうか自然数だから1、2、3で考えればいいわけですよね。うん、そうすると、1、2、3で考えると3を4で割って余りは2にならないですよね。で X が2の時は6割4なんで余り2になりますよね。3割4もならないので、そうすると3、6、9で考えればいいわけですよね。そうすると6の時だけ余りが2になるので X が2なので、X2 のモッド4というふうに考えればいいわけですね。で、同じように、7で割った時に余りが5になるっていう X を探せって言ってるので、そうすると1から順に考えているとこっちの数が4、8、12、16、20、24ってなって、7で割って余りが、5になるものっていうのは X が3の時ですよね。なので X3 のモッド7というふうになりますね。うん、で今度はこっちですね。うん、で今度は6で割るから1、2、3、4、5で考えればいいわけです。そうすると2、4、6、8、10、12がここの値になるわけですよね。で、余りが4になるのは X が2の時と、あとは5の時ですね。なんで、まあ、2つ書いて
置きましょうかっていう風になりますね。うん、まあ、こんな感じになりますかね。時間がちょっとね、押してきたので、この次の問題はね、また別撮りをしてあげていこうかなと思います。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメント等いただけると次の動画の作成動機になりますのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。